はい、どうも佐々木です。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それではですね、今回も認知症に関する情報、医療関係者のあなた、もしくはご家族さんのあなたにですね、分かりやすくお伝えしようと思っております。ですね、ついさっきまでですね、うちの院ここをですね、見学したいというふうに初めて問い合わせいただいた方が来られてて、ちょっとね、相談に乗ったり、させてもらっていただきました。ちょっとおかしいですね。させてもらってました。はい。息子さんとその症状が出ているというお母さんというこの親子のね関係なんですけど、すごいね、お母さん思いのいい息子さんだなというふうに思いました。はい。今はね、そのお母さんは入院中で、物理的にここに来ることはできないんですけど、お話だけでもみたいな感じでね、こう来てくださった方でね、はい、本当にね、お母さんにはもうすごく良くなってほしいっていうふうに本気で思ってらっしゃる、いい息子さんだなっていうふうに思いました。他にもね、認知症のことについてものすごく調べてらっしゃったしね、いろんなことを本当に知ってました。これってどうなんでしょうみたいなこう相談をされたりね、すごく詳しいなというふうに思いましたね。はい。ただその時にちょっと息子さんがね、ポロッと、漏らしてらっしゃったのが、情報が多すぎてですね、結局何をどうしていいか分からへんっていうふうにね、こう混乱することがあるというふうにおっしゃってました。これはですね、本当にね、そう感じる方多いだろうなっていうふうにも思います。うちに来てくださってるね、その患者さんのご家族さんとかもですね、こういろいろね調べたらね、いろんな情報出てくるから迷うんですよねっていうようなことを、聞いたりたびたびします。はい。それはそうですよね。そうだと思います。だってインターネットをねちょっと調べたら、認知症の子にいいとされる方法みたいなのねめちゃめちゃ出てきますし、テレビとかでもね、ああだこうだ言ってますから。はい。食べ物一つとってもそうですよね。この食材が認知症にいいっていう食べ物みたいなのめちゃくちゃありますよね。結局何食わしたらいいのっていう風な感じになりますしね、迷うのもそらそうかなっていう風に僕自身も思います。はい。そう。でも僕もね、やっぱりこうど素人だった時、何も認知症のことなんか知らなかった時っていうのは、やっぱりね、こううちのおばあちゃんはくも膜下出血のこう手術をして、直後ぐらいの時なんて、すごい自分自身取り乱したりね、こうしてたわけで、はい。今はね、さすがにそんなことは何も、ないですよ。落ち着いてよくもなってますし、ですけど、やっぱりその当時っていうのはね、もう何をどうしたらいいんだみたいなね、分からないみたいな毎日でしたね。はい。で、僕の場合はラッキーなことにですね、近くにその岡本さんっていう、うちの代表のね、岡本さんっていう、なんでしょう、相談できる相手みたいなのがこういたので、その人からこうアドバイスをもらって、それに対してのこうもらったアドバイスを実行するみたいな感じでね、僕の場合はそんなにねこう迷うっていうことはあんまりなかったんですけれども、ラッキーな例ですよね。はい。ただですね、でもほとんどの方が、多くの方がですね、やっぱりこう認知症、目の前のそのお母さん、お父さん、お母さんの認知症に対してどうしたらいいのってなると、やっぱりネットとかテレビとかに頼ってしまうっていうのが、ほとんどかなというふうに思いますので、そこからもらったね、集めた情報っていうのは、どうしたらいい、どれをこうチョイスしたらいいんだっていうふうに迷われるっていうのは、ほとんどというか、そうなのかなっていうふうに、思いました。はい。でね、結局どうしたらいいのかっていうのを、この僕個人のね、意見として言わせてもらうならですね、やっぱりですね、こう自分自身、あなた自身がですね、認知症に対してのこうやっぱり勉強を、していく、学ぶっていう知識をつけるっていう、必要がすごくあるのかなというふうに思います。これがですね、一番近道かなというふうに僕自身思っておりますね。はい。僕もまだまだで、全然こう認知症のこともですね、まだまだね、ちょろっと治せるようになってきたかなぐらいの感じです。はい。自分で言うのもなんですけれども。なのでね、まだまだね、ちょっと認知症に対してね、こう勉強し続けていかないといけないなっていうふうに思っておりますし、はい。まだまだちょっと足らない知識みたいなのはもちろんあるんですけど、ただね、知識をつければつけるほどですね、自分自身、あなた自身がですね、なんでしょう、落ち着いていられますし、いろいろ情報ある中で、これがきっとうちのお母さんにはこう合うだろうなっていうチョイスが、ね、できるようになりました。はい。僕自身はそうかなというふうに思いました。なのでね、今でもね、たまにおばあちゃんにこう面会で、僕のおばあちゃん施設にいるんですけど、面会で会ったりするとですね、この辺が痛いなとか言ってたりとかですね、最近こういう風になんねんみたいなことを話して聞いたりするんですけど、やっぱりね、そういった時も僕自身、じゃあこうしてみたらっていうようなね、きっとこうこうこうだから、こういう風にしてみたらっていうようなお話がね、することができたりとかですね、ど素人の時から比べると迷わずにね、そういった話がこうできるようになったので、はい、
何をどうしたらいいんだろうっていうふうな、ね、悩みっていうのがすごく減ったかなというふうに思います。はい、なので、これを見ていただいているあなたがですね、もし、ネットの情報とかいろんな情報でね、こうかき集めたはいいけど、結局どうしたらいいんだろうっていうふうになっているとしたらですね、認知症についてのね、こう勉強とか、なんか知識をつけたりっていうのが、されると、何かね、こうひらめいたりね、いいヒントとか、こういいことがこう浮かんだりとか、そういうのがして出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひやってみてほしいです。はい、これはもう認知症に対してどういうふうにしたらいいのかっていう、その方法だったり、何を食べたらいいっていう、そういう方法じゃなくて、認知症って何なんだろうとか、認知症ってどういう仕組みなんだとかね、その症状は一体どういうね、理由で、何が原因で出てきてるんだろうっていうのを、こう学ぶことができればですね、あなたのその迷いっていうのも、確実に減ってくるのかなというふうに思いますので、ぜひ一つ参考にしてみてください。はい、こういった僕もそうかもしれませんが、他の、スタッフさんの、動画だったりっていうのでも、十分勉強にもなりますし、うちのね、セミナーに来ていただいてもいいかなというふうにも思いますしね、それが別にそれじゃなくても、認知症のことに関する本みたいな、そういったことを、まず手を出して、そういった情報をもう集めるっていうふうにしてもらうといいのかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、今日の内容は以上です。今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。では、さよなら。